こんにちは、ひかりです。今回もトイプラネット桶川店さんの仮面ライダーコーナー見ていきたいと思います。最近ね、このお買い物中実況をミニバージョンにして TikTok にアップしたらすごい見てもらえてるんですよね。びっくり。お、マッハドライバー、マッハドライバーやっぱみんな注目してるのかな、割と。まあ、安いとこではたまーに、でもあんま安くなってないかな。どのリサイクルショップもやっぱり仮面ライダーの変身ベルトっていうのは調べてね、なんか相場見るからね、投げ売りはさすがにしないでしょ。いいね。やっぱこのトイプラネットの光景っていうのは初めて見た人はね、驚くみたいね。そしてこの辺のショーケース、お、いっぱいあるね、セルメダル。おうすで、ゼロワンドライバー、ゼロワンドライバーだっけ、名前違うっけ、あれ合ってるっけ。でもね、ゼロワンドライバーでいいんだよね。お、オーズのベルトセットみたいなのがありますね。お、フォーゼもある。エグゼイドセットになってるね。でこっちゴーストセット、ゴーストセットなんか豪華だね。もうライドウォッチ大量じゃん。ライドウォッチの詰め合わせとかもあるからね。ドライブ、やっぱこの並びがいいよね。でこっちのショーケースにもいろいろありますね。あ、ここら辺のね、スクラッシュドライバーだっけのやつ欲しいんだよね、今のフルボトル系。あ、あのなんか砂時計みたいなやつもいいんだよな、おもちゃとして面白い。また最近テレビでね、ビルドやってたんですよ。なんか BS か CS かで、ビルドやってて今録画してこれから見ようかなと思って。まあ途中からだけどね。全然特撮って途中からでも楽しめるからね。みんな意外と最初から 見がちだけど、逆に最初ってまだちょっと地味なんだよね。最初はやっぱり最初のなんか戦隊とかさ、ライダーとかもそのヒーローになるまでの過程とかだから意外と地味だったりするから、途中からの方が派手で見やすかったりする。武器とかロボのね、数も増えて。僕はね、途中から見た方がハマりがちかな、戦隊は。ライダーもそうかな。最初から見ちゃうとね、結構最初地味だからだるくなる時がある。ドライブとかも途中から見たんだよね。まあ、ウルトラマンとかもそうかな。そう、戦隊はね、追加戦士が登場する前後ぐらいから見るのがおすすめかな。そして仮面ライダーのフィギュア付けかな、この辺は。え、これフィギュアっすかな。めっちゃ安いじゃん。昔のフィギュアスはでも安いのは安いんだよな。オーズとかも安いもんね。そう、フィギュアスもね、あの物によって値段全然違うからね。あの時期とかにもよるかな、売ってた時期とか。お、リング、おー、あー、ライダー系のレンジャーキーね。レンジャーキーのライダー版ね、意外と出てるんだよね。で一番くじ、後ろのその SIC のシリーズ欲しいんだけどね、今一つなんかね、相場が分かんなくて。そう、まだどれを買うっていうかタイミングがつかめてないんだよね。もう仮面ライダー2号、ソフビだねこれね。で、お、なんだっけ、シャドウムーンだっけ。フォーゼ、あ、これ一番くじの割と当たりのやつじゃない、大きいソフビ。あ、これ欲しいんだけど結構値段高かったね。5000円以上するんだこれ、びっくりだよね。ストロンガー、
ストロンガーの隣にいるやつさ、まだ見てる範囲では出てきてないんだよね。敵のボスかな。そう、まだ出てきてないんですよ。よく分かんなかったけど、ストロンガーは今見てるから欲しいんだよね、いろいろアイテムがね。ただストロンガーのソフビがあんま手に入んなくて困ってます。あとできればタックルのソフビとか出してほしいよね。普通のサイズで800サイズでもいいけど、もっとちっちゃいやつとかで。お、ウィザード、ウィザードね、ビジュアルはすごい好きですね。ガンダムとかもあるんだね。まあ、ガンダムとかはね、別のコーナーにいっぱいあるんだけどね。ガンプラとかもあるし、トイプラネットさんにはね。そうそう、撮影してないだけでいろんなコーナーあるからね、トイプラネットさんには。ゲームとかもあるしね、あの DS とかさ、スイッチとかそういうゲームもあるし、プレステとかね、女の子向けおもちゃもあるし、ぬいぐるみもあるし、プラモもあるし、あとは、まあ、あの小物類もあるしね、雑貨とかもあるし、で子供服とかもあるかな、ベビーカーとかね。フルボトルバスター、これいいよね。ジオの顔の剣。大きいよね。いいね。エグゼードって色鮮やかでいいね。安い。時間ギレード。ビートクローザー。お、オーズのベルトもあった。こんな感じで服掛けでね、いろいろね、やっぱガシャットとかね、こうリングとかいろいろありますね、大量に。だからこう 見るだけでも楽しいから、行ってこう見るとおーって思うね、うん、ガタックダブルカリバー、ガタック、お、仮面ライダーカイザーだっけ、カイザーだっけ、カイザーか、違ったっけ。お、ほうほう、あ、これダブルのやつだね。これ僕持ってるんですよ。ダブルも見てたからね、ダブルで登場した武器、あ、いいなと思ってトイプラ行って買ったみたいな感じ。フォーゼ系のアイテムは未だに安いね。なんでフォーゼのアイテムって安いんだろうね。いっぱい売れたのかな、人気がないのか、どっちだろう。人気ないこともないと思うんだけどな。マッハの武器ですね、仮面ライダーマッハ。ドライブとかも映画とかってさ、なんか若干世界観が変わるんだよね。世界観っていうか、なんていうの、なんか変わるんだよね、世界が。だからなんか分かりづらいんだよな。映画でマッハ死んだのかなと思ったら違ってみたいな、なんか謎なんですよね。お、出た、ビッグサイズ装備。いや、ビッグサイズ装備はね、面白いよ、遊ぶのも。こういうね、リサイクルショップとかだとね、あの比較的ね、ビッグサイズ装備って安いんですよ、特にトイプラは。だからね、うん、まあ、そういうところで手に入れて遊ぶといいと思います。まあ遊びづらいって言えば遊びづらいんだけど、まあ遊ぶと面白いけどね。まあ、あとは保管が大変っていうのはあるかな、大きすぎて。で、そうそう、美少女フィギュアとかもいっぱいあるからね、トイプラには。お、オーズ、プ
トティラってやつだっけ、違うか、ファイズ、お、キバもあるね、キバじゃない、ごめん、響きね、やばいやばい、間違えると怒られるわみんなに。はい、そんな感じで今回はね、トイプラネット桶川店さんのね、仮面ライダーコーナー見ていきました。この動画が良かったなと思っていただけた方は、ぜひ評価ボタンも押してください。それではまた、バイバーイ。